岩田明子でーす。安倍晋三がアホだっていくらあたいでもそう思いますよ。安倍にすり寄るのが一番得になると思ってやったに決まってるじゃん。あたいは NHK 首、それでネスト保守、ネトウヨの支持を集めなくちゃ。だから今日もネトウヨが喜ぶように言うわよ。あたいの生活のためよ。安倍が裏金作りの真犯人って、それは違うわ。裏金は細田が犯人よ。安倍は裏金なんかやめろと激怒したの。会計責任者にすぐにやめなさいと叱責したんだけど、死んじまったのよ。原口和弘先生、どうですか？あたい、間違ってます。全く違う。ね、岩田明子さんが、安倍さんがダメだって言ったっていうけど、安倍さんがダメだって言ったら、ダメになるに決まってんじゃないですか。辞めるに決まってんじゃないですか。ね、岩田明子さんが、安倍さんがダメだって言ったっていうけど、安倍さんがダメだって言ったら、ダメになるに決まってんじゃないですか。辞めるに決まってんじゃないですか。だってそれだけの大きな権力があったわけで。で、この献金を、やってる人たちは、安倍さんに繋いでもらいたいと思ってやったんじゃないですか。佐藤さんの言葉によると、バーベキュー H さんとかですね、世耕さんとかですね、名前が挙がってますね。そういう方々に大きな献金っていうかな、パーティー券のキックバックがあったんじゃないんですかね。お化けなんてないさ、お化けなんて嘘さ、お化けの友達連れて歩いたら、そこら中の人がびっくりするだろう。だけどちょっと、だけどちょっと僕だって怖いな。お化けなんてないさ、お化けなんて嘘さ、お化けの国ではお化けだらけだってさ。そんな話聞いてお風呂に入ろう。だけどちょっと、だけどちょっと僕だって怖いな。お化けなんてないさ、お化けなんて嘘。